ブブチャチャとその続編、大好き。ブブチャチャは、ドームとジャパンデジタルエンターテインメントにより制作された、日本のアニメシリーズ作品。ブブチャチャは1999年、大好き。ブブチャチャは2001年、各26話、計52話。車になった犬、チャチャと、その友達で3歳の男の子、僕の物語。僕の目線を通して、 この年代の子供たちが体験する出来事や疑問を一話完結の形で描く。プロデューサーの行くモハメットの世界中の人々が楽しめて30年経っても古さを感じさせない作品を作るという理念にアニメーション制作会社社長の安西武史、アニメーション監督の網野哲郎、脚本家の桁に健らが賛同。スポンサーはつかず完全に 自主制作の形で制作された。第1シリーズが NHK 衛星第2テレビで放送されたところ、1999年7月には接触率が同時期の人気アニメーション、カードキャプター桜を上回り、NHK 衛星第2テレビのアニメ番組としては史上最高を記録するなどし、2年後の2001年5月から11月にかけては第2シリーズが放送された。 2000年にはディズニーチャンネルアジアでも放送。2002年には NHK 教育テレビ集まれ、ワンパーク内で放送され、最高視聴率が5%を超えた。2005年に1月から2月には ATX で第2シリーズが放送された。第1シリーズのみ、スカイパーフェク TV のニコロでオン内インのニックジョール枠で再放送がされている。舞台は、 奇跡の起こる街グリーンヒルタウン。僕が3歳の誕生日を迎えた時、車に轢かれそうになった僕を助けようとして、犬のチャチャは死んでお星様になる。しかし、僕のところへどうしても帰りたかったチャチャは車のおもちゃとなって帰ってくる。そしてこの奇跡は僕とチャチャの二人だけの秘密となる。その他、登場人物は多数。ありがとうございます。